自体映画というものがあらゆるこう現実をこう吸収できるようになっているものだから、あのー、音楽も絵画的な発想もあの詩的な言葉もあらゆるものが今のところは映画が全てこう吸収できるとそういそれで表現できる方法だから自分の頭の中では今 映画が一番総合的なアートであるとは思うだから当然入ってくるというまあ絵に関してはあの,、まあ、あのバイク事故を起こした後に絵を描き始めたんだけども映画というのは自分が映画を撮る時にはあのメインのシーンというのが頭にあってそれを撮るために前後をつなげていくっていう感じがあるから。 うん、映画でこ,のこんなようなシーンが撮りたいなっていうのがまずあってそのシーンを撮るためにどういうストーリーにするかということが自分ではよくそういう方法を使うんで絵ではないけど頭の中にその写真みたいなものはいつもある。 それを見る人の頭の何て言うんだろう働きでそれがないと絵画というのはありえない単なる一枚の映画いろんなことを語るって言うんだけどでも映画は1秒間に24個の写真を出すわけじゃないですかそうするとピーリッツ・サーシ撮ったすごいいい写真があるんだけどベトナム戦争の一枚の絵画全てを語る時もあるわけ言葉もいらないしと同じように映画は1秒間に24 4の写真を見せているのにそれが足りないから言葉で補うであくまでも補う方法であって音楽もそうだけどやっぱり一番大事なのは1枚の写真で語ると同じようにフィルムがずっとこう時間と同時に流れていったとしたらそれだけでみんなが感動するのがそれはベストだと思う、うん、そうじゃないとあ,あ,あらゆるそのアート的な作品ってありえなくなる。絵はピカソの枝なんでも 要するるににに秒間に24回絵を描かなななきゃいけないけことになるでも一枚絵で勝負っていうか話がつくのはそれを見てる人間がいろんなイメージをしてくれるからであってそのイメージに悪い影響をするような言葉はいらないと思う。 多分そのこ,のこの映画が多分「北のブルー」って言われる第一歩かなと思うできるだけ赤黄色緑まあグレーとブルーのとこばっかり探し回あのコンクリートのくすんだ色とかそれであのその助監督とかスタッフが走り回って。 最後にあののコンクリートだらけの水槽まで <laughs> それを360度歩かせればずっとコンクリートだって言って大笑いしたんだけどそれは黒沢さんが昔やったことだろって言って笑ったんだけどそのぐらいそのくすんだとかグレーに近いブルーとかこの映画で初めてそんなことを言い出したんだと思う、う。ん やっぱりう海の音っていうのは非常にあのテンポでも重要だしその海が波の音も何もなく何にもなかったとしたらそんなに素晴らしいもんじゃないかもしれない。 一般の人にとってはだけど耳の不自由な人にとってはその音が聞こえないんだけれどもそれを補うもっと視覚的なこととか肌で感じることがもっと素晴らしい海になればいいというでも基本的にはこれだけ音もサウンドも居心地いいんだよっていうのは、えー、映画を見いるお客さんにこう言いたいというと。 恥ずかしい話だけど、映画に、でもあれ3本目ぐらいの映画で相変わらず評判が悪い時だから <laughs> あの久石さんっていう人が音楽つけてあげるらしいというプロデューサーが言うんで「えー、あそう」って有名な人だって言うから、まあ、よまあそれはありがたいことだからということでほとんど自分の自分の撮ったえ映像を見せてさあこれでつけてくださいっていうほとんど全部 全部お任せしたっていうでやっぱりだけどもやっぱりあの人はさすがに映画音楽の、うん、有名な人だけあってちゃんと映画をちゃんと音楽で引っ張ってくれたという、うん、だからあの自分で考えればあの音楽は自分の映画の何十パーセントかはあの音楽のおかげだと思ってるそのぐらい心地のいい音楽をつけてくれたって 横須賀っていうところに非常にそのうん都会に近い砂浜ですすごい汚れてるんででよ。でもあの海の色も綺麗ではないし空も綺麗じゃないし道路は排気ガスだらけなところなんだけれども普通の人と違って耳の不自由な人にとってはそれが数倍美しい海に見えるだろうなっていうような映像を撮りたかったわけ。 うん、でもまあ基本的にはそうはうまくいきてないんだけどもだけど我々とは違ってその人たちにとってはその海が一番素晴らしい海だというふうなような設定でとってわりかしあの千葉県とか隣の東京と近くの県行ったりいろんなとこ行ってるんだけど実はそんなにきれいな海は取ってないわけ。それはなぜかというと一般の人たちにとっては大した海じゃないけどもその子たちにとっては素晴らしい海だというような。 映像にしたかったと言われて ロマンチックにこう死というのはすごい残酷なもんだけどもそれをこうなんかに日,本日本的な感覚で言うとあそこの時に後で字幕をつけてくれって言ったのはあの子は魚になったっていうようなことでこう何て言うんだろう初めてこうマッチングじゃないけどなんかその、うん、海,海の前に人間がいて。 人間は海から上がってきたもんでそれで進化してきたんだけど初めてこう海に帰っていくというあの原始生命が元に戻ったというようなイメージなんだけどそれはえ死ということで片付けられちゃうかもわからないけどそうではなくて天に昇るとか神になったとかと同じように海に帰ったっていう生物が海に帰っていったっていうようなノスタルジックなことと原点に戻ったみたいな感じではあるんだけど、うん。 あれは、ね、あのハッピーエンドにみんながね悲しい事件だけどもすごいハッピーエンドだと思うような映画に撮りたかったわけところが自分のその当時のキャリアでは3本目なんでかなりミスをしてるわけねかなりの部分でミスをしてストーリー的にはミスをしてるんだけども自分ではそのミスを補うぐらいのいいシーンはあるかなという。 だからプラススマイミナスゼロにはなってるでも悪くはないと思うんだけど今撮り直したらもうちょっとハッピーエンドになってるという同じ詩でもね、うん、だからその時はそのぐらいの能力かなと思う、うん、ただ今自分で撮ったらあのシーンは撮らなかったろうなっていう素晴らしいにも入ってるというような何て言うんだろううん。 ガサツないいシーンを忘れてしまうっていうとこもある、うん。その当時下手だったんだけどすごいいい絵があったりなんかするからあの当時はこんなこうなんか先鋭的なっいかいい感覚をしてたんだなと思うシーンもあるしでもあまりにも下手すぎるってシーンもあるわけ。うんだから2つある というのと死ととといいううのは別物で要するにあの人間以外の生物で必ずその愛とか恋とかいうとこに必ず死がまとわりつくって鮭の産卵でもそうだしカマキリが子供を作るのもそうだしクモもそうだし結局新しい命を生むため,にのためのセックスであるけれども死は必ずついて回るというのが一般の生物の常識であるのに人間はいつの間にか あの死という問題を外して愛楽しい生活にしてしまったけどそれなりの覚悟はいるというあの素晴らしい愛を勝ち得るためにはあの死というものを常に意識しなきゃいけないというようなうーんまあ感じもあるんだけどそれは全てでは全然なくてあるパーツの考え方って一部の考え方だけどそれもわりかし重要かなと思うけどねで日本の文化って意外にそういうとこが 必地下松門からんかずこう流れこう伝統としてあって、うん、でもそれがあまりにもこう日本文化だとして全面に出されちゃうと全然そういうことはないんだけどそれも麻薬のようにちょっといいかなと思う心は日本人の頭の上にちょっとあるっていうね。<music> <music> それはあのわがままの極だと思う、うん、死ぬこと自殺することはでもそれに恋とか愛とか言うときれいごとにしてしまうというのがえまあ日本の文化であると思うあまりいいことではないと思うだけどそれはいいことではないってみんな知ってると同じにタバコを吸うことと。 うん、あの酒を飲むことと同じような感覚でいいことではないのに,ないのに酔ってしまうというその辺のこう悪魔的な意味は自殺にあると思うだから悪魔のささやきであるとは思います。日本の作法と作法っていう言い方それはまあそ,のそれは違うから違う人欧米の人と日本人は違うから 相手に神経を使って失礼のないようにというこれはいい意味で日本人は違うといううんでもそれが同じじゃないかって言ったら失礼にあたるかもしれないという怖さが日本人にあるからとにかくある,ある時期の日本人とは非常に親切で自分を犠牲にしても外国人のためにこうやった時代があったわけ。そここううだろう 衛星が飛び回って電波が自由になった時に日本人がその心を忘れてしまって誰でも同じじゃないかってフリーになったっていうけどそれはっ思てるやっぱり日本人というのはその中でちゃんと相手に気を使ってそれで相手が感謝してくれることを自分の喜びとするというのがジャパニーズの文化だと思うから。 日本の社会の中でハンデキャッパーというのはやっぱり差別されているであの人たちがもしハンデを意識なかったらあの子たちはもっと悪くて好きなことやってればいいよ。だけどハンデを背負っていることによって非常に普通の社会人と同じような、えー、作法も身につけて生きていかなきゃいけないしそれで普通の人と同じようにサーフィンをしようと思ったらいろいろ差別されたりとからする。非常にそのうーん 逆に言えば日本でごく普通にハンディキャップを持っている人を普通に受け入れないっていうのを結構あの映画で言ってるんだけどやっぱり同じように扱ってやるのがあの差別がないことであなたは耳が聞こえないんだからサーフィンしちゃいけませんなんていうのは完全に差別危ないとかそういうのは差別だというあ、まあ、逆転に取ってるんだけどだからいい人をやらなきゃいけないという。 無理ににい,い人をやる必要はないのに普通の若者と同じように悪いこともしたりなんかしたっていいんだけどハンデをしょってる人は社会の中でどうやって生きるかって言ったらいい人にならなきゃいけないという非常にそのパラドックスだと思う。 監督というのはあら,あらゆるアーティストもそうだけど何気ない人が単に見過ごすのを見過ご,すあの見過ごさずにいいとこを拾ってしまうその辺の野良犬が汚い野良犬でもいかに可愛く撮ってあげるかっていうことそれがアートだと思うから花からこの人は綺麗ですっていう人をが来てもらってももっと綺麗に写さなきゃいけないっていうのはちょっと腕が分かんない。ごく普通の人を 可愛く思思たり綺麗に思わいそしたらしし我々の腕なんでいかに撮るかの勝負であってその辺に咲いてる花をもっときれいになれって言ったやつは誰もいない花は花だそれをどういう照明とどういうカメラとどういうアングルで撮るかっていうのは我々の腕なんでその役者があ真面目ないい人かぐらいのしかちゃんと真面目に仕事するから とかかかししないいぐらいしか我々は選ばずにもしその人が主役になったらそれをどうやってするかのこっちの話であってあまり気にしない自分にとって映画はあのその編集を終わってダビングを終わってまあ編集全部終わった時にえできました,った瞬間からその映画のことを忘れる忘れちゃって次の映画の こうアイディアとかいろいろ考え出すんでそれはその映画が公開されるとかそういうことは一応インタビューには答えるけど意外に覚えてないて <laughs> うん。もう次の仕事に頭がいってるところがあるからな。